日本関東地方神奈川県川崎市麻生区、ゆり岡百ゆりは神奈川県川崎市麻生区の町名。現行行政地名はゆりき一1丁目からゆりき三3丁目。また、施設名などではゆりヶ丘の表記も見られる。住居表示未実縮域。麻生区北部に位置する。地域内は北斜面となっており、南部は標高が高く北にある。 東京都道、神奈川県道3号世田谷町田線、小田急電鉄小田原線沿いは、標高が低くなっている。一丁目に、小田急小田原線ゆりが丘駅、市立ゆりき小学校、ゆりが丘駅前郵便局、横浜銀行ゆりが丘支店がある。東、北は高石、西は満福寺、南は、大善寺西、東ゆりが丘と接している。住宅地の地下は、 2014年1月1日の工事地下によれば、百合き二丁目11番3の地点で34万1000円、平方メートルとなっている。麻生区で最も地価が高い。元は多摩丘陵の高い市大地に位置する緑の色濃い地域であったが、1950年代に日本住宅公団が神奈川県最初の大型住宅地域として、当地域を開発することを、 計画、1960年より開発が行われた。また、地元住民の12年も及ぶ、駅打ちにより、開発年と同時に、ゆりが丘駅が開業し、翌年には、ゆり丘第2団地の入居が始まった。開発による急激な人口増加により、さらに翌年の1962年には2225世帯、人口6517人となり、 百合ヶ丘郵便局が開局。1965年には百合ヶ丘小学校が開設されている。また、1970年代には隣接する地域に新百合ヶ丘駅が開設され、以降はそちらが地域の用として発展していくこととなる。約100人の地主が団地の開発に土地を提供したことと、団地開発以前の当地には、 山ゆりの花が咲き乱れていたことをかけて名付けられた。典型的な随所地名。2021年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による 事業所数と従業員数は以下の通りである。駅前交番、事務バスタクシーターミナル町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。